南シナ海に中国船舶が220隻対峙しているのをフィリピン政府は重い腰を上げ追い払い作戦を開始した。今回はこの作戦を詳しく見ていきますね。それにしても使った軽戦闘機が韓国製、またかと思いきや T50 の派生型だから動くのか。ロイター通信の報道によれば、2021年3月28日、南シナ海のスプラトリー、中国名南沙諸島周辺海域に進出している中国の艦艇に向けて、フィリピンが戦闘機を差し向けたとされている。中国側は、かねてより、スプラトリー諸島を自国領だと一方的に主張し、この3月7日頃から200隻を超える漁船を停泊させており、同海域を排他的経済水域とするフィリピンが業を煮やした状態だ。こうしたいわゆる漁船らは、台風等の悪天候を避けるため一時的に退避しているとの中国政府側の言い訳もありつつ、フィリピン以外にベトナムやアメリカもその行動を強く非難している。中国政府の唱える悪天候など全く実際には観測されておらず、派遣した漁船らを同海域に止めるための方便であることは明白なのだが、そうした指摘は実行上何ら中国に影響は与えていないようだ。もともと中国とフィリピンとは南シナ海のスカボロー礁の領有をめぐる対立が2012年には発生しており、この時も両国が互いに艦艇を派遣する緊迫した事態を招くなど領有問題は根深い。しかしこの時はアメリカが調停役を担い、スカボロー礁周辺海域からの中国フィリピン両国の公船の引き上げを取り付けたが、結局中国はこれを無視し、以後実効支配を継続している。中国との本格的な軍事衝突を危惧したゆえか、アメリカの当時のオバマ政権はそれ以上の行動を起こさなかったこともあり、この件は中国の南シナ海進出領有に自信をつけさせる結果となった。表面的な事象だけを見れば、このスカボロー礁の件は軍事的にも急速に台頭してきた中国がアメリカをも譲歩させ、フィリピンなどの周辺諸国と軋轢を深めたものと捉えられるかもしれない。しかし政治的にはフィリピンの置かれた状況はもっと多層的であり、かつてアメリカの植民地だった同国は1991年にアメリカ軍基地の撤去を決断したが、中国の台頭によってその是非が問われていた。しかし現在までのところ再度アメリカ軍が駐留する形には戻っておらず、これが結果としては2012年のスカボロー礁の中国による実効支配を招く一因となったとの指摘が国内でも囁かれているのが現状だ。そもそも近年のフィリピンはアメリカの植民地時代からの脱却を機として軍事的な側面だけでなく、経済的政治的にも中国寄りの方策を推進してきたことが事実としてある。直近の2020年の貿易上の構成から見ても、フィリピンからの輸出の 30% 弱は香港を含む中国で占められており、
アメリカや日本向けが各約 15% ずつであることに比しても依存度が大きい。また中国からの輸入も貿易額全体の約 23% を占めており、輸出同様に中国が最大の貿易相手国となっている状態であり、経済的に中国なくしては立ち行かないというのが実態に近い。このため今回のスプラトリー諸島への中国漁船の停泊問題に関しても、現ドゥテルテ政権は対抗措置を取っていると見せながらも、どこまで本格的にそれを推し進めるのかについては懐疑的な見方も多い。ロイター通信の報道にあった戦闘機の派遣を命じたのはロレンザーナ国防大臣だが、こうしたフィリピンの置かれた経済状況を勘案すると政治的なポーズである可能性も否定できそうにない。ちなみに今回フィリピン側がスプラトリー諸島に差し向けたのは KAI 韓国航空宇宙産業社製の FA-50 ペーハー戦闘機であり、2017年までに12機をおよそ460億円を投じて調達した機体である。 FA-50 ペーハー戦闘機はアメリカのロッキード・マーチン社からの技術供与を受けて、KAI 韓国航空宇宙産業社が開発した小型軽量のジェット戦闘機であり、フィリピン空軍のほぼ唯一の戦闘機だ。FA-50 ペーハー戦闘機は乗員2名、全長 12.98 メートル、全高 4.78 メートル、全幅 9.17 メートルの機体に1機のターボファンエンジンを備え、最大速度マッハ M1.5、航続距離1851キロと公表されている。この FA-50 ペーハー戦闘機は、本国韓国とフィリピン以外でもインドネシア、イラク、タイ等の国々にも輸出されているが、韓国はじめ多く、国では練習用のジェット機としての使用が主要途となっている。アメリカ軍の撤退後、独自に戦闘機を保有していない状態だった。フィリピンは FA-50 ペーハー戦闘機をほぼ唯一の空軍戦力として実運用しており、国内の武装勢力の鎮圧では実戦投入も行われている。スプラトリー諸島に停泊しているのが中国政府の言う通りの単なる漁船でなくとも軍艦でなければ、十二分に FA-50 ペーハー戦闘機による威嚇は意味があるだろうが、実際の攻撃はまず行われないだろう。アメリカ軍の駐留を廃したフィリピンの決断は、未だ沖縄に多数の在日米軍の基地、戦力を許容している日本にとって、反対派からは過大な評価がなされていると言わざるを得ない状況だ。